こんにちは。熊谷真由美の素人社会科見学。今日は都内を中心にスーパーマーケットを運営している株式会社大関さんに取材に来ました。わからないこと、聞きたいこといくつか質問してきます。では皆さんも一緒に勉強していきましょう。行ってきます。若林さんの市場ナウという番組で出演させてもらって MBO について勉強したんですけども、ちょっとまだ理解ができなかったので、今日は株式会社大関さんに伺って勉強していきたいと思います。こんにちは、熊谷真由美です。そして副社長の安岡さんです。よろしくお願いします。今日はちょっといくつか質問をしたいと思うので、はい、お願いします。はい、はい、一つ目は、はい、一般的に、上場するというのはすごいことだと思うのですが、はい、なぜそれを廃止したのですか？難しい質問なんですけど、はい、まず簡単な話からすると、はい、上場をすると、投資家の方々が資金調達、はい、株式を発行することによって資金を調達することができます、はい、で、大関の場合は、実は上場して最初は、少し資金調達をしたんですけども、うん、それからあとはもう自分たちの、事業で、作り出されるキャッシュお金、うん、で十分新しいお店も出せたし、はい、いろんな成長ができたんですね、はい、なんで資金調達をする必要がなくなったっていうのが一つあります、うん、はい、それから、よく言われている上場のメリットとして、はい、信用度を上げることによって、はい、例えばリクルーティングが有利にできるっていう話もあると思うんですけども、はい、それもおかげさまでどんどんいろんな高校であったりとか、うん、大学とお付き合いが深まる中でコンスタントにいい学生さんを送っていただけるようになったんで、それも必要がなくなったのかなということ、それと、まあ、もう一つは銀行だったり取引先様に対する信用、うん、っていうのもなんか上場によって一つ箔がつくみたいな話があると思うんですけども、はい、それもまあ大関の商売きっちり真面目にやったおかげだと思うんですけども、うん、それなりの一定の信用を得ることができたということで、必ずしも上場しなくてもよくなったと、うん、いうことで、まあ、上場を、なんていうんですかね、してることが必然ではなくなったっていうのはまず一つの状況だったのかなというふうに思います、うん、でその上でじゃあどうして、必然性はないけどもじゃあどうして上場をやめちゃうの、うん、っていう話があると思うんですけども、それはやっぱり一つは今度は上場にはコストがかかる、お金がかかる、あと労力もかかる、はい、で実際その決算、1年に2回大きく決算があって、中間決算、本決算っていう決算があるんですけども、その数値を IR ですね、投資家の皆さんにいろいろご報告したりご説明しなきゃいけないっていうことは、やっぱり上場会社としての義務としてありますけども、それにすごく労力を割かれる、で、そういうのも一つ上場っていうものを、必然性がないんだったらやめてしまおうかなっていう動機の一つにはなってますし、で何より大事だったのが、実際その投資家の方々とお話しているとですね、大関でお買い物したことありますかって聞いても、ないです、皆さんじゃあ自分でお買い物して料理をされることありますかって、もいや外食ばっかりでお買い物とか料理とか興味ないですっていうファンドマネージャー、いわゆるその、投資をされている方がいっぱいいらしたんですね、はいはい、この人たちに大関の説明してどうなるんだろうなって、はい、で株式は確かにこう上場してれば自由に買って自由に売ったりはできると思うんですけども、うん、やっぱり株主の方には大関の、まあ、厳しいファンでいてほしいなっていう思いがすごくあるんですね。厳しいファン、そうですね、本当に厳しいご意見いただくのは全然結構、うんうん、でもやっぱりファンでいてほしい、うん、でもそれが大関見たこともない、お店行ったこともありませんと、単にその業績がいいから株買いました、うん、売りましたっていうお話が結構聞かれてですね、うん、これはおかしいぞと、こういう人たちに向いてエネルギーを使うんではなくて、本当に、どこにエネルギーを使うべきなのかなっていうのをすごく考えるようになりましたね、うん、でそれが大関の場合は特にやっぱりお客様でしょうし、あとはお客様に一番近いところで毎日毎日一生懸命働いてる社員、うん、ここにエネルギー使わないでどうするんだろうっていう思いが強くなって、これやっぱり上場を廃止すべきじゃないかなっていうふうになったっていうのが、まあ正直なところですね。
上場を廃止したことによって変わったことはありますか？はい、上場廃止していっぱいありますね、まず一つは本当に商売だけに集中できるようになった。社長から含めてトップ、はい、経営陣もみんな、なんで本当お店に出る回数が増えました、お店の手伝いに行ける回数も増えたし、社員と話をする機会も増えたっていうのが一つ。それから、投資家、その一般の第三者のこう株主の方々にいろんなこう説明をする必要がありますよね、何をやるにしても、うんうん、そういうのが減ったおかげで、なんていうんですかね、例えばその最終の利益を気にしながら、これをやりたいけども今期利益をこんだけ出さなきゃいけないから来年に我慢しとこうとかっていうのがこれまであったんですけども、今回も実際、まあ、前期とかってその売り上げもすごく厳しくて、あと猛暑とかあったじゃないですか、はい、なんで魚の相場がすごく上がったりとか、うん、すごく粗利、利益の面でも厳しかったんですね、うん、でも最後社員がすごく頑張ってくれて目標としてた数字を達成できたんですよ、利益を。なんですぐじゃあもうこれは決算賞与だっつって、オーバーした部分の利益は全部社員にボーナスで配るっていうことを今回やったんですよ。それってなかなか上場してるとやりにくいんですよ。別に聞くと普通じゃないですか、聞いてるとそれは素直ですよねと、社員が頑張って利益出したんだからみんなに分配しよう、よくある話だと思うんですけども、でもじゃあ実際上場してるとなかなかできない、どうやって説明しようって思っちゃうんですけど、今回やっぱり上場してないとなると本当社員の方を向いて仕事ができるっていうか、意思決定ができるっていうか、そういうメリットはすごく感じてますね、はい、そういうところはやっぱり変わったところかなって。コミュニケーションが取れる、そう、これまで以上に取れるようになった、お客様ともコミュニケーション取れるようになった、はい、し、そういったなんていうんですかね、本当にこう社員のこと、お客様のことを向いた意思決定がすぐできるようになった、それはやっぱりすごい変わったことかなと思いますね。この先、運営していく上で目指しているところは、スーパー鈴木さん目指しているところはどこですかね。なるほど、せっかく MBO をして、なんていうんですかね、自分たちが本来やるべきことに集中できるようになったんで、やっぱり日本一のスーパーっていう言葉は、みんな共通の言葉として、目的として社内で持っててですね、でそれは必ずしも売り上げとか店舗数とかっていうんではなくて、なんだろうな、お客様に一番頼りにされる、なくてはならない、またはああ近くに大関があってよかったなって言ってもらえるスーパー、こういうのを目指していきたいなって思ってますね。いやー、終わりました。すごい勉強になりました。まず上場の意味が分かってなくて、気分上々だと思ってたんですよ。でもそれがまず分かったで、いろんな話を聞いて、上場することによりデメリット、メリットデメリット、それもちゃんと聞いてきて、いつも理解できない真由美がちょっと分かりやすく説明してくれたので、だいぶ勉強になりました。で、次回もこれ続きます。素人社会科見学見てほしいです。見てください、応援してください。では。